11月27日夜、北海道上別市で、19歳の専門学校生が乗用車に跳ねられ死亡した事故で、乗用車を運転していた会社員の男が、過失運転致死などの疑いで逮捕されました。運転手の呼気からは、基準値の3倍のアルコールが検出されたほか、事故の直前、よく似た車が当て逃げ事件を起こしていたことが分かりました。逮捕されたのは 上別市美園町の会社員、藤森雄三容疑者39です。藤森容疑者は、27日午後10時20分ごろ、酒を飲んで乗用車を運転し、上別市和歌山町の道々交差点で、横断歩道を渡っていた近くに住む専門学校生、森口周平さん19をはね、死亡させた疑いが持たれています。 かなりのスピードを出し、赤信号で交差点に進入したほか、事故直前に、同乗者が赤信号だよ、と、運転手に指摘していました。一方、この事故の直前、現場付近で、よく似た車が、追い越しをかけた際、他の車に接触する事故を起こしていたことが、新たにわかりました。乗用車は、そのまま現場から走り去っていて、今回の事故との関連を調べています。 ネットの反応事故を起こした車を見て思ったのはやっぱりアホが好みそうなボディカラーが黒の高級車しかも娘を乗せせてどういうこと一生終わったなこんなアホに殺された方のお冥福をお祈りしますこれでも危険運転にならない可能性がある老後放送機械成を望む明日からお父さんは何年も家に帰れません 小さい娘がかわいそう。過失運転致死じゃなく、殺人です。加害者の車に、自分の娘が乗っていたってことなら、安全運転しないといけないのに飲酒運転して、上に人殺しですか。この手のニュースを見るたびに、なんで相手じゃなくて、こいつが死ななかったんだろうって思う。死刑じゃないことが考えられない。 中学生の娘も車で人をはね殺した音や衝撃を体感してしまうことになり、今後のトラウマにならなければいいね。どうしようもない。被害者がかわいそうすぎやし、同乗者の子供もトラウマになってしまいそう。飲酒タス闘争タス死亡自己終身刑です。娘を同乗しての飲酒運転。こんなに、やつは殺人で起訴しないと、娘も親の真似をする。 かわいそうなのは被害者の学生と娘さん。これだけ悲惨な事故が多いのになぜ繰り返すのかな信じられない。さらに法律を厳しくしてほしい。乗ってる車種からしてオラオラ系なんだろうな。日本の刑法はあまりにも軽すぎる。飲酒運転に限らず人をはねて死なせた場合は死刑にするくらいにした方がいい。自分の娘を乗せて。 悪質運転とは、最悪娘さんも命落としていたぞ。家族を巻き込んでの飲酒事故、子供がかわいそう。もちろん、被害者も。一生かけて、若い命を奪われ残された遺族の方に償え。こういうのは公開処刑にしないと。抑止効果も大事。また、北海道か、この酔っ払いは死刑でお願いします。それでも許せない。 セルシオへ、バカが好みそうな,車だなぜ過失運転致死明らかに危険運転致死でしょこんなバカは死刑でもいいよ。